ブーブーツ。やあ。セルフ。え、これが必要だ。マネー。戻ってこねえ。来た。ちょってことはやられたか。一人やられたな。お、槍が仕事する。もうないじゃねえか。仕事する。あ、やばいやばいやばい。うわっ。食い散らしてやったぞ。一人で駆逐したぞ。駆逐してやる。終了です。よし、人雇ってください。どんどん先に人が足りません。もう一段階どっかな。心配だもんな。心配なんだ本当に。食い破られた覚えだからな。あとはよろしく。完全にバグだったな。普通に今こうやって我々ここにいられるってこと。恐ろしいわ。縁あるな。やっぱり一定の確率でなる可能性はあるのかもね。かもしれないよ。あ、剣、剣いっぱい作って、剣4本作ればいいんじゃない。このタイミングで作って大丈夫だったのか。大丈夫大丈夫。恐ろしいの、マジ冬来たら終わるから。そうなんだよね。冬の間だけあれだよね、閉店したところでのんびり過ごすってびっくりするわ。わしじゃ。船作っとこう。あ、ほら剣取りに行っちゃったあいつら。あ、いいよ全然。槍いるし。槍ここだけど。ここをもう一個アップグレードしたいな、兄ちゃん。ここにあげるから。次の夜明け？あ、もう今ならまだ間に合うんじゃない？結構かかるよ、次。で、に壊して、さらにまた進撃が来てって感じか。結構必要だな。すーごい俺らここお金あるな。今公平がそこにずっといるからな。すげえ勢いで走ってる槍が。やべえ忘れてた。遅刻遅刻。お、ニワトリがいいんじゃん。です。俺が強み。今一生懸命戻ってるから。おう。やだ。さあ、子供が。言うて右は大丈夫なんですか？爺の天下。ご要望通り強化してやろう。
ヤックル乗った方がいいだろ。全員もう4本剣作ったんだっけ。2本は作ったよ。じゃあいっか。いや、なんだ、ちょいちょいフェイント入れてくんな。ちょいちょいフェイント入れてくんな。ちょいちょいフェイント入れるね。どこに向かうつもりなんだ。多分ね、塔だと思うんだよね。ここに立つのだ。ああ、行くよ。何が落ちるの。出てー。全員降りたいけど。おじいちゃん超喜んでた今。何が落ちるの。最大強化した最大強化した矢倉にプラスおじいちゃんパワーが入ると、発明が入ると、うん、矢倉メイクライ。矢倉メイクライは違うね。もう一丁いっか。そうだね。で、なんだこれ。え、なにこれ。え、なにそれ。それなんか近くない？ちょっと、ヤグラじゃないよね。パン工場だよね、これ。ふざけろ。ヤグラ。やめろ。は？え？何そのポーションみたいな。ポーションだね、これ。おい、防衛拠点が。それはちょっと違うだろう。俺だってこうなると思ってやった。ちょっとナイスわ。最高の、あれが最高のヤグラになっただけだったな。やべえ、違うとこにそれ。ポーションおじいちゃんだったんだね。ポーションじじいや、何のポーションじじいなのそれ。集まってくる。ああ、集まってくるね。ああ、え、パン、うん、パンなの。パンだね。パンなのポーションなの。お、パン、パンポーションなんだね。パンポーション。とりあえずこっちの防衛力は多分だいぶだず下がりしたから。ちょっと前の方でなんかできないの。矢倉作るみたいな。ちょっと見てくるわ、さすがに。さすがにやばいだろ。クリシャはジジイで突然そんなもん作り始めてる。あ、でも楽だけどね、うん、パンがあれば。まあね、そこで人は。どうでしょう。最大強化したとこじゃないと作れないのかな。いや、そんなことなかった。パン、こっちにもパン作るじゃん。そうね、おじいちゃん持ってきて。一段階作っといてパンにすればいいんでしょ。できる？いや、一応確か何段階かにしないとダメなの？あった。じゃあどこ行った？いいじゃん、その辺にいるでしょ。来た来た。どこじゃ、槍サボってたな。じゃあ戻ってた。すごい左から行ってんな。うん、一個作ればいいみたいだよ。あ、ここのやつが来ただけか。ああ、おじいちゃんどこだ。じゃあ何、おじいちゃんもう、あ、いた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 。鍛えた。あ、あ、いたね。出ましょう。最大強化。そこパン工場にしたらやべえこと。あれ、お金足りねえ。どこパン工場。ち、一個作ってやる。どれ。多分だんだと。いけるて。信じろ、おじいちゃんを。お金だらけ。やばいやばいやばい。すごい際どい評価だよね、これ。
おじいちゃんあげるから、じゃああとは頼むよ。降りろ。おじいちゃんがおじいちゃんを乗せるっていう。やめろ、そこでやめろって。それやったらそこにパン工場ができるだけだから。また人は同じ過ちを繰り返す。多分ね、最大強化したところじゃね、建てられないから。マジか、結構な金食い虫じゃないかい。その代わり行かなくていいからね。畑ですかね。二人だと遅いな。住んでるってぐらい遅いもん。この時なぜか二人までしかこの作業に当たれないから。いるね。でもまあここに作っとけば防衛しつつ来たやつをすぐこう取り込むことができるんだけど。ぼちぼち左行きます。うん、時間かかってるかなこいつら。結構時間かかる。下手するとじいちゃんさらわれるじゃん。そうだよ。電線の一個手前あたりに作るのがいいかもね、兄者みたいに。そこね、焼き来ました。来たぞー、分身引き捨てろ。あれ終わったわ。あ、パン工場なってる。ほらなってるね。あれだ、1個だけ。うん、3つ、3人入る砦。うん、1個手前ぐらいでこれになる。ああ、じゃあまあ最大強化するやつに使うのはもったいないと。うん、でもこのポーション1個作っときゃいいの。まあ、1個作ると寄ってくるから、寄ってそれを飲む前にもうそのまま。やり方よ。まあ、ないじゃないか。オーションもただじゃないんだ。少し貯金しといた。ぼちぼち行きますか。あれ、ね、じゃあ爆弾作るよ。オッケー。え、まだじゃない、もう一つあるんでしょ。もう一つあるわ。じゃあ進軍は頼んだ。あれ、じゃあスーパーベアアタックしといて。金を集めたら。これはちょっと人を雇っとく。お、来た来た来た。俺。ポーションの匂い。雇われる。ポーションで近づいてくると完全に何かの中毒だろあいつら。まあやばいポーションだな、マジで。あのポーションが欲しくてって言ってきちゃう。出たー。どれ。全然敵の抵抗がない。抵抗は警備、抵抗は警備。だいぶ人余ってんで、右も兵士だけ作っときますわ。暗くなったー、やべー、帰る。いい判断だ。暗っ、マジ暗い。暗すぎてやばい。暗いオブフィア。いやー、クマこれ来ますね。これ来てるよね。ダチョウ子が来ますよ。明かりを早く。気づいたら、じゃあもう下の画面が消えるって。スッ、あー来てるー。来てるね。早くない？我が力見せたるわ。おりゃおりゃおりゃ。強い強い。どりゃ、左ですね、それは多分。どりゃどりゃ。怒らせた代償は高い。硬い。よし、こんだけ引っ張れば余裕だろ。フライですー。うら
持ってかれた気がする。コインだから人持ってかれるぐらいな。コイン、あははは、こちら空には櫓があるんだぜ。墓地置いといてあげれ。このままあれ空アタックが始まるってことかい。今のでって感じするけどね。今のでで終わりだと思うんですよ。俺の時は運悪く空アタック来たっぽい。あれ、じゃあ爆弾作りますか。鋭駆弾の用意かな。もう大丈夫だよ。もう本当に先ないよね、これ。知らない、確認してないか。ちょっと確認していただかないと。あらあらあら、また冬来ないの嬉しい。ない、この世界に冬ないのかもしれないね。えぇ、俺爆弾持ってくじゃん、うん、俺確実に逃げられないぜ。俺木の根が生えてくるやつに変えるか。それもっと逃げらんないからね、あれマジで。それの子より遅いんじゃないかな、移動速度。大丈夫だよ、大丈夫、多分エフェクトだから。あれはこれが兄ちゃんの最後のクマだ。いや、プクンってゲームオーバーっつって。どうしようもねえよな、これでゲームオーバーになったら。ね、やべ、前進しちゃう。マジだいぶ逆に今までで一番いいバランスで潤ってるよ、ここは。そうね。人だけは絶やしてはならぬ。だよー。次結構スピード速いぞ。なんか速い気がする。次の夜明けとともに出発だ。えい。でもなんか3人ぐらい押してない、それ。うん、3人で押してる。だからじゃない、それもっと多ければもっと速いんじゃない。いや、途中もうサボってるやついたから多分3人が限界だ。匂いにつられてきたか。やばいやばい、あ、やばいやばい。全然そこになった。やめろ。いや、もう行っていいんじゃないの。あ、出てこない説。行こう、もうどの道行こう。これとりあえず前入ってマネーシールドは打っとく。チャージ。いや、普通に出てくる。ナイスナイス、どうやれ。やろう、ボケどもは。いけ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 。めちゃくちゃ。こ、これコウモリ逃げればいいからな。こいつさ、まとまっちゃうからね、敵が。でもまとまった敵は兄ちゃんが食い散らすっていう。可能性はある。行こうか、入れとこう。あ、出てきた。めっちゃコイン必要なんだよね。じゃ行くよ。いや、強いんじゃないの、そういう意味では。やっぱでも強いよ。バッテンマークついてるじゃん。入れられるんだけど。なんで。行くよ。いや、間違えた。びっくりした。金入れてくれ。インサートコイン。レッツプレイ、レッツゴー。シールド展開。取れー。強い、取れー。強い強い。 OK、 シールドは展開していく。 OK、 第一段階クリア。まだ死んでないよ。まだ死んでないか。ぶち当ててる。 OK、 OK。 あ、消えた。シールド展開、大丈夫。取れー。そうだね、うまい、うまいことやれば。ドリ
ナイスナイス。行きすぎるな。負けたー。いやー、やっぱ4つ目か。15展開、オッケー。おりゃー、ナイス。おりゃー、何じゃが前に出ると兵士も前に出ちゃう。やばいやばいやばい、どうしてどうして、手前がこっち火止まった。ラストラスト、前に巻いてくれ。巻いた。どりゃどりゃどりゃ、さらに前に。はいよ、オッケー。ここに出した、はい。で、爆弾ステンバイ、爆弾ステンバイ。オッケー、オッケー。前へ、あ、なんじゃが吸った。オッケー。やーあんめー、うさいうさい、おろうさい、あんめー。にょーん、なーあんめー、お父ちゃん。オッケー、グッバイ。あれ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 、出れてんじゃねえか。なんでアニジャにコインの幕ついてんだ。いや、アニジャあれ王冠失ってる。え、大丈夫大丈夫、まあ俺がお金をあげれば王冠戻ってくるから。死んでます、あなた。王冠が身代わりになってくれたけど。なるほど、まあ、とりあえず一人は生き残ればみたいな感じなのかな。そうだね、だから俺がいればなんとかなりそうだね。爆発直前に出口にいないともはや出られたことになってない。やば。あ、結局逃げクマじゃ無理って。やべえ、遅いチームだったらもう終わりじゃんこれ。いや、そのためにバットマンいるんだよ。びっくり。はぁ、アニジャAボタン押せる、押せるかな、わかんないか。押してるけど、いやー危なかったー。ポーンって言ってね、全財産失ったね。うん、そっちはあれと思ったら、もうあなた、あなた今君主じゃないから。君主かっこ仮状態だから、王冠ないと。はい、お金あげるから15ぐらいで。お金は持ってんだ、はい、ありがとう。いや、普通に君主さ、味方置いてくなよって感じだよね。はい、脱出しなきゃってなったね。ヘイテイ、ヘイテイ。これでまあここは平和ですね。平和です。コインないです、あとお願いします。はい。いや強いね、やっぱこのシールドとそっち特攻の組み合わせが。ギリギリだったじゃない。ギリギリだったね。あー、でももうもうもうなんだろう、反対側はもう内部隊阻止して突っ込ませれば終わりだ。そうだね、もうこの流れだったらこれクリアできるんじゃない。クリアできちゃうでしょ。明らかに超やべえのとか出てきそうだね。わーい、お金だらけだぞ。こいつ飛びやが、金を使って飛ぶとか。今度と2コイン2つで時間がかかるぞ。お前クマどんだけ移動するのに時間かかると思ってんの。イエーイ。じゃあ進軍させちゃう。わぁ、何して全部落っこちてってんだぞ。ふざけんなよ。さすがに、まだまだある、まだまだ、さすがにそれはひどい。人をどんどんなんか適当なのにしてやってください。空飛びながら金をバラバラ。初めて見たわあんなバカ。やばいやばいやばい、やばいっすわ。一個でいいね、パン工場は。もうどこだろうと来てくれるから。もうすぐぶっ壊せ、みんな行け。パン工場あれなんじゃないの、こうあの村とかに関係なくどっかから湧いてる説あるよ。そうなのかな。いや、そんなことないよ。実はこう、ほら、何も人が来なくなってしまった時のために。あー、応急処置。いや、それ作る意味ある。通り辻と連れていくためのね。あ、びっくりしたわ、普通にポータルあるわ。
もうここから敵が出てきた時も俺たちはこうまた終わりが。大丈夫そうです。奥に出てしかも金をばらまいてんじゃない。お主ら我が城をなんと心ああどういう何も出てこない。立てろ立てろ。作っとけ作っとけ。ワッポダル帰ってっちゃった。すぐ前進させなきゃ。鹿がポンって死んだ。いや撃ってないのに。やっぱだから鹿の鳴き声なんだってそれ。どうなの？断末魔ポーっていうの。鹿の断末魔はポーだった。ポーあっそう。ワンチャン俺自分で壊せんじゃんよ。やってみ。パンチされると思うけどな。あっあの人無理でした。当たり判定がないあれには。こんなはずじゃなかったんや。進軍の時間です。行きなさい。一応見守ってあげて。一応ね。下手すると殴られて前の全員が吹っ飛ぶかもしれない。その時はコインを補充してあげてください。全員吹っ飛んでもほら嫌だってあれいいでしょ。いいけー。巻いときゃいいんだ。巻いときゃいい。あーチャキーン。いや冬なんて来ないんだな。最高だぜ。次の日冬みたいな。スタートから冬。なんだろう、何がトリガーで冬になるの。攻略遅いと冬になるのかね。かな、日数が経つと。今回はほらリセットされてないけど、前回はなんかそのバグなのか何なのかリセットされたからいいけど、多分今頃冬だぞ。前回の続いてれば。バグに救われたのか。バグバグ言ってますけど、普通にね、そういう信用なのかもしれない。一定の確率でなるのかもしれないけど、救われているのかもしれない。今頃本当なら冬で攻略はすごい困難な道を極めてたのかもしれない。耕し続けるのです。入ってないよさすがに。そのダメージはダメだ。ギリギリのバランスで今やばい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 。ん？ん？噂をすれば？え？噂をすれば？ん？そんなことないよね。倒したー。ああ、そんなわけないよ。そんなわけないよ。ほんとにもう困るな。何が？いや、めちゃくちゃ真ん中にさ、農民たちが集まってきたから。あれ？って思って。ちょっと心配になったけど、ほら、こんだけいるからさ。東大！あなたのそのお金で東大マックス作れるの？これ足りるかな。心配だから俺が行くわ。この2枚で切るわ。ギリギリ足りないとかドボーンっつって。それでマックスだっけ。多分これ以上あったらもうさすがに袋いくつあっても足りないわ。じゃあベル鳴らしちゃうよ。ゲー